こんにちは、鎌倉日和の田原です。今回はこちらのお店、おうちカフェさんに行ってみたいと思います。はい、こちらのカフェはワンちゃんがいます。はい、ランマルっていう2匹の可愛いワンちゃんがいますね。まあ後で登場してきますのでお楽しみに。はい、で北鎌倉駅から、歩いて、12分ほどですね。坂を登らなきゃダメなんですよね。はい、はい、では店内です。はい、でまずメニュー表からですね。まあ喫茶店ですね。はい、まあコーヒーとか紅茶とかありますね。あとスイーツもあったり、ランチもありますね。ここの、サンドイッチが美味しいんですよね。鎌倉のハムを使ったサンドイッチが美味しいです。はい、店内はこんな感じですね。本当にこじんまりとしたお店ですね。はい、すごい落ち着きますね。はい、なんだこの絵画は、ピカソか、すごい。はい、でワンちゃん、はい、ランマルちゃん、ランかマルかどっちかなんですけど、可愛いです。うん、可愛いですね。やっぱ犬っていいですね。癒されますよね。うん、で鎌倉でやっぱりペット飼いたい方が結構やっぱり賃貸で問い合わせがあるんですけども、賃貸物件だとやっぱほとんどないんですよね。多分見ても分かる通りなんですけど、うん、で売買でマンションでもやっぱりペットを規制されている物件とかもありますので、やっぱり持ち家がいいんですかね一番。うん、この子は人懐っこいですね。うん、撫でたら静かになります。すごい可愛い子です。はい、もう一匹も可愛いな。飼いたいな。はい、料理ですね。今回鎌倉ワインチケットなので、サービスでココアいただきました。はい、でモンブランです。可愛いですね。ハロウィン仕様になってます。はい、かぼちゃ、お化けのかぼちゃ、そしてランかまる、いいですよね。ワンちゃんと一緒に、食べながらランチできるっていいですね。うん、お店の名前のお家っていう漢字難しかったですよね。でも家族団らんのランっていう漢字から取ったものになります。人と人とのつながりを大切にしたいっていう思いがあって、お店始めたそうですね。いいですね。はい、ごちそうさまでした。はい、次はランチも食べに行こうと思います。はい、ではご視聴ありがとうございました。